島の経済をめぐっている不景気感に対する町の対応についてです。観光客が増えていると言われても実感がない。公共事業そんなに100億も200億近いかもかけてるけどどうなのという思いが町の中にありますよ。これが不景気感なんです。これに対して町はどう考えているか、そしてどういう手を打つか、難しいんですよ。これは私はこの点について今の調整をただ批判するつもりはありません。そう簡単ではありません。だけど、こういう時っていうのは少しでも前を向けている。そのためにどうするかというためのいろんな競技とか場面が見えてくると、人間って少し元気出すんですよね。この点で町が、それは観光業界だから、それは商工会だからという姿勢ではなく、島の経済についてはもっとしっかり足をかくことだということを指摘したいと思います。そして私はそのために力を尽くしたい。なんとしても大島の元町の港のこの町のにぎわいを確実に取り戻す。町の中心地であるここをそういうふうな町にしていく。そのことでさらにそれぞれの南部や北部や地域の特性を生かした町